Radio Sakamoto. Radio Sakamoto. J-Wave Radio Sakamoto. ここからは僕ユザーンと長島梨香子と、蓮沼修太の3人でお届けしていきます。今回もいつも通り全員リモートでの審査になります。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。今年は皆さんどんな年になりそうですか？そんなこと考えないですよね普段。ユザンはでも今年インドに行くって言ってましたけど、はいはい、去年は行ってませんよね。もう2020年が最後ですね、うん、あのコロナが広がる直前に行ったのが最後で、うんうんうん、その後は、まあ、にインドどころかどこにも海外旅行というか日本以外に出ていなかったんで久しぶりですね、うんうんうん、楽しみだね、はい、長島さんは年始に目標を立てたりとかしますか？あまりしないですけど、でも私も今年はちょっとすごい久しぶりに海外でちょっと展示があって、うん、ちっちゃい展示ですけど行きます。4月かな。へえ。去年のさ正月には蓮沼さんのイベントで年明けの目標をなんか書き初めで書かされたって記憶があるんですけど書かされたっていうか、まあ、まあ書かされたんですよどう考えたって。そうですよね。蓮沼さんなんて書いてましたっけ？脱地球って書いたんですけどね。その脱地球っていうあの一年の、あの目標は達成できましたか？達成できませんでした。てか、どうしたかったんですか？火星に飛び立ったりしたかったんですか？そうですね。あの、少しこう、考え方を変えて生きていきたいなと思ってたんですけど、うん、去年できたことといえば、ユザンさんとたくさんライブをするということぐらいだったかなって思ってます。まあ、脱地球への第一歩だったかもしれないですね。そうですね。はい。僕はあの時、腹八分っていう目標を掲げたんですけど、うん。それも達成できませんでしたね。あ、そうですか。はい。今年に持ち越しですね。うんうん。全然お腹いっぱい食べてましたね。お腹いっぱいでも、あの、楽屋にお弁当余ってると食べちゃうね、ユザンはね。食べちゃうね。うん。あの、玉木ロイさんに、あの、ユザンさんは暇つぶしで飯を食うのやめた方がいいって注意されたことがあるのは、ずっと記憶に残ってるんですけどね。そうですか。さて今回もレディオ坂本のオーディションは世界中の音楽配信ストアから音楽を配信する音楽配信代行サービスビッグアップとコラボレーションしています。音楽作品に関してはビッグアップからのエントリーを審査しています。フィールドレコーディング音楽はこれまでと同じ送り方でも大丈夫です。審査を通過した優秀作品にはビッグアップの配信利用料が無料になるクーポンというのがプレゼントされるそうです。詳しくはレディオ坂本ホームページのオーディションページをチェックしてください。じゃあデモテープオーディション優秀作の発表していこうと思います。はい。ここ2ヶ月の間に応募いただいた170作品の中から審査していきます。じゃあ僕が選びますね。はい。フィールドレコーディングから水野さんの震えるドアという作品を聞いてみたいと思います。の扉の小さい扉のこうなんか小窓みたいなところなんですかね。そこから異音がするんでコンタクトマイクを貼り付けて音を取ってみたって書いてあるんですけど、ランダムだけどテンポ感があってすごく気持ちのいいリズムだなと思いました。うん、うん、もう意図的じゃないはずなのにもはやこうドアの糸を感じるような音っていうか、うん、うん、面白かった。これあれですかね、うん、なんかドアになんかぶら下がっててエアコンの風が吹いててとかなのかな、それが当たってとかなのかな、ね、なんでしょうね。まあ風とかが吹いてるんでしょうねきっとね。うん、あの蓮沼さんと去年一緒に出したアルバムの中にも僕がインドで撮った扉の音をフューチャーしてる曲ありますよね。ありますね。キシム扉の音を使った、あの、ドアってタイトルの曲なんですけど。その名もね。うん。うん。
あと先月僕があのビッグイキってミュージシャンとレコーディングしてる時にシューターが遊びに来てくれたんですけど、その時はスタジオの扉が閉まる音がいい低音が鳴ってたから、その扉の音をバスドラムの代わりに使ってたりとかしましたね。俺扉ばっかり撮ってるのかもしれないです。扉好き。うん。シューターもなんかそうやって使ってるもんね、いっぱいフィールドレコーディングの音をね。まあそうですね、予期せぬ音の出会い楽しいじゃないですか、やっぱり。うん。うん。使いたくなっちゃいますね。うん。私もこの間撮影で、美容室でちょっと撮ってたんですけど、はい。うん。そこの美容室一軒家で、雨が降ってたんだけど、もうびっくりするぐらい綺麗な雨音が聞こえてきて、なんかね、隣の家が雨どいが、鉄のちょっと古めのスチールの雨どいで、本当に綺麗で、それは私も撮りました。すっごい綺麗で。なんで応募しなかったんですか？いや、送ろうかなってちょっと思ったぐらいだったんですけど、やめました。なんか。でもすっごい綺麗だった、それ。変名つけて、ね。ウルトラリカコみたいな名前で送ってくれればよかったのに。俺気づくと思うな。ウルトラリカコ名義でも。そうだね。これもしかしてって。よかった。以上9作品を選んだんですけれども、今回はフィールドレコーディング部門が結構充実してる感じでしたね。そうですね。うん。うん、フィールドレコーディング部門ちょっと送り場所が変わったことによって、最近、応募しにくかったのか作品数が減ってたような気がしたんですけど、でも今回はいっぱい送ってくださって、うん、その中にもいい作品がいっぱいあって楽しかったです。はい、ゆっくりいろんな音楽に触れられて楽しかったです。今回も幅が広かったですね。そういう意味で、うん、むさびのやつも面白かった。毎回3人で別々のシチュエーションで聞いてそれぞれ好きなものを選んでる感じですけど、なんか一回ぐらい一から全部みんなでファーストインプレッションを聞いてみたいですよね。なんか本当に面白い作品ってあるじゃないですか。本当にもう笑っちゃうやつ。これみんなで聞きたいなっていう感じのもありますよね。あると思います。うん。なんかいつかそんなこともできたらいいなと思います。やりたいですね、それね。はい。はい。やってみたいです。デモテープオーディションコーナーはここでおしまいです。A13 J-Wave Radio Sakamoto